ホスク 500DA、山田林生館は1909年から1968年まで存在したオートバイ、輸入車自動車の販売店。ホスク号などのオートバイの開発、製造もいった。1886年生まれの山田光重が1909年2月11日、23歳の時に文京区本郷三組町にて自転車の販売。 修理を行として設立。野沢組などが輸入した NSU、LMC トライアンフなどのオートバイの販売も行い、工場に千0の名人、長沢貴一、板金の名人、田中八五郎がいたこともあり、アフターサービスが充実していることで業績を伸ばす。1910年、神田田町に移転、時計やラジオ、輸入雑貨も扱うようになるが、 主力のオートバイも、国産サンライズ号、英国のビースサ、米国のハーレー・ダビッドソンなど、取扱い車種を拡充、業績を伸ばした。第二次世界大戦で、長男、竹尾が戦死、失意の山田光重は1949年に、他界するが、女性の大関肘吉が継承。大関は、山田臨生館で輸入オートバイを取り扱う傍ら。 新宿区東大久保に山林を設立し、ホースブランドでエンジン、ミッション、サドル、スピードメーター、オイルポンプその他のオートバイ部品を製作した。山田林製艦が販売元となったこれら部品を用いたオートレース用のマシンは高成績を収めた。部品製造はやがて完成車生産に発展、1953年には完成車の製造を 目的として、目黒区緑が丘に日本高速機関が設立され、ホスク号が生産開始される。ホスクの語源は開発に携わった HOS 計画人のイニシャルである。優秀な性能とヨーロッパスタイルの外観を持つ、当時としては珍しいマニア向けのスポーツモデルであった。1959年に、 ホスク号の製造権と生産設備は、沼津市の昭和製作所に譲渡され、山田林生館は本業であった、輸入販売、全ンダップなどを販売に戻る。この頃から四輪自動車の輸入にも進出、イタリアのアバルト、ランチや、フランスのファセル、ベガ、ドイツのグラースなど、当時としては極めてマニアックな高性能車の輸入を手掛けた。当然、 これらの車種の販売台数は少数に止まり、しかもファセルグラースは倒産、ランチや輸入券は国際自動車商事に戻り、輸入オートバイも国産車の性能向上で、欧州メーカーは不振となり、市場が狭まる一方で、山田林星館の業績は下降の位置図をたどった。この結果1968年、山田林星館は大関社長の死と共に廃業した。 ありがとうございます。